アドバイスはワクワクすることを選べばいいってことですよね。でその時に付帯条件がつくんですよ。これをやるとお金がない、うん、奥さんに逃げられるとか、あの子供に離反される、まあ、友達から嫌われるとかね。やっぱり周囲を気にしすぎなんですよ皆さん。だって気にしすぎるように教育受けてるから。隣の子を見てごらん、あんなによくできた、お前なんでできないの、こう言われて育つわけですよ。だから気にするじゃないですか。でそんな枠はいらないって言ってるのが、これからの時代いらないんですよ、うん、枠に取られてると多分自分が本当持ってる力の半分も出せないんですね。ところが生き生き生きてると他人の目気にしないともう全力でいけるんですよ。でおそらくね、今 IT 企業で働いてる若い人、立ち上げてる人ってめちゃめちゃお金持ってますよね。うん、あの人たちは他人の目気にしてないですよやりたいことやってますよ。他人の目気にしたら10億20億稼げないからって思うんですけどね、うん、まあ、あの今いい車買いに行くとね、若い人ばっかりなんですって。昔は多分お年寄り、会社の社長とかがね、まあ、買いに行ったりとかしてたと思うんですけど、今若い人ばっかり、みんなお金持ってるんですって、うん、で昔の社長どこ行ったのかというと、タクシーの運転手さんに聞いたらね、あ、昔ね車の後ろでふんぞり返ってた人、今運転手やってますよって運転手さん前何やってたんですかって聞いたら、なんか技術者なんですね、うん、それで今いろんな人が運転手になると思う、どんな人がなるんですかって聞いたら、あ、昔黒い車で黒塗りでね後ろに座ってた人が今やってますよみたいな時代が変わってるという話です、うん、はい。それを知って勇気づけられる人と、その決まっちゃってるんだって、そう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 、人もいると思ってたんです。そうだね、ガチャをやってそうですよね。うん、あれじゃないんですよ。可能性が、あらゆる可能性があって、もう何にでもなれるんですよ。でも何にもなれるんだけど、王子と乞食って話あるじゃないですか。王子と乞食が入れ替わったらめちゃめちゃお互いに生きづらかったという話、うん、だからあの何も他の人がいいっていう人生を歩んでいいわけではないんですよ、うん、やっぱり自分の人生ってあるんですよ、うん、自分なりにお金はないかもしれないけど家族に囲まれて幸せもあるし、お金はいっぱいあるけど家族が離散してしまった人生もあるし、どっちがいいのって自分で選べばいいだけなんですよ。まあ、お金もないし離散したっていうのは悲惨ですけどね、そういう悲惨な人生もありかなみたいな思いますけどね。そう、最後は幸せで死ぬんです。いや、これ聞いたんですよ、あの記憶がある人に最後人生であのシナリオを書くって言ってたら、最後のシナリオの文字って何ですかって言ったら幸せなんですって。え、これ全員なんですかって、いや例外なく全部幸せって言ってました、うん、そう考えたら幸せなんだ。 だけどこの世の中に来れたこと自体が幸せなんですって。だって来れないから、みんなあの来るまでにすごい、この世の中でめちゃくちゃ生きづらいじゃないですか。能力が高くないと来れないんですって。でその能力の試験があるんですよ、ずっと。で試験クリアした人だけが来れるんですよ。で日本が一番試験難しいらしいんですよ。まず言葉が50音もあるしあの他人をおもんばからなきゃいけないし、自分からラテン系みたいに生きていけないし、で結構ハードル高いらしいんですよ。それをクリアした人が日本来るから、めっちゃ超エリート、もうだから日本人っていうだけでもう胸張って生きていいらしいですよ、うん、その中で上下関係つけるじゃないですか、いらないからだって来れない人がいっぱい、もうここ吹き溜まりになって来たい人いっぱいいるのに来れないらしいんですよ。ちょうどディズニーランドで行くとね、入れる人はほんの1人2人で、1万人ぐらいの人が外で入れなくて待ってる感じ、それでチケットもらう感じですよ。でこう来て、だから一生100年遊ぶ人っていうのは、まあ、ワンデーチケットかなんかもらって全部乗れた人、でも入場券だけの人もいるわけですよ、まあ、流産したとかね、途中で亡くなっちゃったとかで帰らなきゃいけない、帰ってこう来れない人に説明プレゼンするんですって。その時に、まあ、流産の子がね帰って説明する時に、どういう説明しますかね、みんな来れないよ、どうせ知らないし、もう話森に持って話しますよね。めちゃめちゃいいよこっちのお母さん最高だよとか言うんじゃないですかみたいな。そしたら、え、向こうの世界っていいらしいよって、もうちょっと頑張ってじゃあ行こうかっていう人も出てくるじゃないですか、うん、多分ね帰ってきた時みんなにもうめちゃめちゃ持って話して得意になるんですね、俺行けたぜみたいな、うん、でまた次にこう生まれ変わるチャンスを狙うわけですよね。
あ、意味ありますね。選んでます。第二次大戦で、うん、戦争で亡くなった方結構多いですよね、うん、広島の原爆とかね、うん、でも他の国で私の知ってるカルマンさんという人は体内教育やってるアメリカの人なんですけど、皮膚がただれてるんですって。でそれ原爆の後遺症だって言ってました。原爆で子供で死んだ記憶がある人なんですよ、うん、だからその方は日本人だったけど向こうに行ってるんだけど、日本人で生まれる意味はすごく多分あると思います。まず日本語が使えること、うん、それと日本語ってやっぱ波動なのでね、エネルギー持ってますから、うん、それで世の中を変える力を持ってる人たちなんでしょう。でもそういう意識を持ってる人は少ないんですね。どうやらその日本人が日本人であると困る人たちがどうもいるらしくて、この日本潰そうぜっていう、どう謀略があったらしいんですよ。延々ともう明治維新の前からずっとあって、その策略にまんまとはまって真珠湾攻撃しちゃったんでね、うん、もう順調に潰れてますけどいやこれでは潰れないぞ日本はみたいなねもうもっと日本人として世界に貢献するんだっていう人はいっぱいいるわけですよ、うん、でそのためにこれから日本がやっぱ活躍しなきゃいけないと思うんですよね。他者を思う気持ちとかね、うん、和を尊ぶとか、普通他の国だったら戦争で勝ったら総取りですよ。もうみんな中国なんか全部皆殺し、一族、ロシアもそうですよね。スターリンなんかものすごく殺しまくってますけど、日本は多分そういうことしないんですよ、うん、やっぱり負けた人たちに、まあ、もちろん戦国時代皆殺しっていうのもありましたけど、他の国に比べたら全然文化が違うんですよね、うん、で大名が切腹したらみんな許すって他の国多分ないですよ、うん、王が死んだらもう一族の皆殺しですから、うん、っていうようなそういう精神性がこれから必要なんでしょうね、うん、日本語のありがとうは本当に波動が、そうですね、そうですね。いやその言葉をしゃべるっていうのは結構難しいんですよ、日本語って難しいから、うん、だからそれを普通に喋れるってすごいことだと思いますよ、うん、で若いギャルがね日本語じゃない言葉喋ってなんかどんどん短縮するじゃないですかある人に聞いたんですよ、あれ日本語じゃないですよねって、いやあれも日本語だっていう、外国人で日本語喋る人があれ日本人ですかって、そうだっていう、日本語喋ってたら日本人なんですって、うん、だからユダヤ人がユダヤ人っていないんですね、ユダヤ教を信じてる人はユダヤ人だから、うん、どんな人種でもユダヤ人になれるんですよ。それと同じように日本人も日本語喋っても日本人かなみたいな、うん、それをもっと意図を持って喋るといいよねっていうことですけどね、はい、となんか思ってるんですけど、いや選択なんですよ、自分の選択の結果生きづらくなってる、それは生きづらい人生を送ってみたい人が生きづらい人生を選択してるんですよ、順調じゃないこっちから見たら、生きづらいっていう人生選んで生きづらくなって順調な人生ですよね。だからなんで私こんな人生ですか、いやあなたの選択ですごくハッピーですよっていう幸せのはずなんだけどね、幸せじゃないって言い切っちゃう人ってなりきってますよね完全にね、うん、だからますます幸せじゃないかなと思うんですけど、そうそうそう、やっぱりねやりきるって大事なんですよね、うん、うん、子どもたちにやってほしいのはやりきることなんですよ、やりきって乗り越えて次のことをやりきるっていうことをやっていくと魂どんどん上がっていくんですね、うん、だからなりきって辛い人生をなりきってる人って乗り越えた時ですよ、普通の人もものすごい大きい光を持つはずです、うん、だってものすごいエネルギーだから、それを乗り越えるって大変だ、乗り越えることができない人がいるんですよ中にね、うん、でもさっきの148通りしてたらみんな乗り越えるんだ、だって乗り越える人生しか描いてないからだって自分で決めていくんですよ、答えがない答えな問題なんか作んないから、うん、だから探せばいいんですよ、探せば必ず見つかるんです、うん、だってそういう人生にしてるからみんな、そうですそうです、うん、うん、親子関係悪い人でね、うん、私は親から何もいいことをされませんでしたという言い切る人がいるんです、いやいやあんた生まれて生きてるじゃん、おっぱい誰がもらったと思うけど、その人はそういうこと全部忘れてますよ、嫌なことだけ覚えてるんです。でその方に聞くのが遊園地とかね、ご家族で行ったことないって言うと大体みんな行ってるんですよ、ほとんど行ってると思います、
でその時お父さんお母さんどんな顔してたって言ったら笑顔ですって言うんですよね。大体あの子供との関係悪い親御さんは夫婦関係も悪いんですよ、大抵悪いんですね。でお父さんとお母さん2人で遊園地行って楽しいと思うって聞くと、いやなんか楽しくなさそうです、そうですよね。であなたが言って笑ってた、なんでって言った、あそう私が笑ってたからかもしれませんって言うんですよ。えじゃあお父さんとお母さんってあなたを喜ばせるために遊園地行ったんじゃないのって聞いたら、そう思ってないんですよ、うん、思ってないんだけど、そういう見方したら、あそうかもしれないって思った人は割と簡単に変わってきます、うん、他にもあるでしょ、お母さんからやってもらったいいことって、いや思いつきませんとか言って、えなんかお弁当とか作ってくれなかった、作ってくれました、えあんた本当に自分で作らなきゃいけなかったんじゃないの、お母さん作ってくれた、それなんかなんで娘にわざわざ作るのとか聞くと、あ私のためかなとか一つずつ思い出すとね、結構あのされた嫌なことよりされたいいことの方がいっぱいあるんですよ。でみんな見てないだけ、うん、それを思い出すと親子関係良くなる。でもなぜその親子関係悪くなってるかというと、おそらくその悪い家系に生まれてきてるんですね。で おそらくですけど、生まれてくるお母さんもこの家系を幸せにしようと思って来てるんですよ。でこのおじいちゃんおばあちゃんたち苦虫潰したような人生をやってるから、私が来たらきっと喜んでくれると思って来たんだけど、ミラートリがミラートリになって苦虫潰して、で子供が生まれてきた、その子供もこのお母さんを幸せにしようと思って生まれてきてる。でもそれ気がつかないとまた次の世代も行くんですよ。でところがここでね、気がついて、あのお父さんお母さんを幸せにするじゃなくて自分が幸せになると、親は自分の子供が幸せだと幸せなんですよ、おじいちゃんおばあちゃんも輝くとですね。でお父さんお母さんに感謝始めると、こっちが輝くと、このお父さんお母さんのご両家のご先祖が輝くんですよ。とこのご両家のご先祖の授するご両家がまたあって、膨大な数のご先祖が喜ぶんですって。だから人一人がそういう不幸な家庭に生まれてきて幸せになった時に、その前3代もしくは7代のご先祖様が輝いちゃうんですって。で私たちが生まれてくる意味って、ある意味ご先祖様を輝かせるって意味がどうもあるらしいんですよ。でそんなこと思ってみんな出産しないじゃないですか、うん、だけどそれが裏メニューみたいになってて、いや本当にそれで、あの自分が幸せになるとご先祖の感謝始まるとね、みんなやっぱ喜ぶらしいんですよ、うん、だけどその自分が幸せでなくてご先祖も感謝されたらあんまり嬉しくないですよね、うんうん、だからやっぱりそのために人を幸せにするためには自分が幸せにならないと人を幸せにできないんですよ。子供を幸せにするためにはお母さんが幸せでないと子供はあまり幸せになれない、うん、ということは、あの人の役に立つために生まれてきてるわけじゃないですか、うん、人の役に立つって、幸せな人は周りの人を幸せにできるんですよ。でも不幸な人はあんまり幸せにできないんですよ、うん、そう巻き込んでもう苦みつみんな離れてきますよね。でもなぜか幸せな人のとこみんな寄っていくじゃないですか。そうすると幸せもらうんですよ。で幸せになるでしょ。これ人の役に立ってますよね、うん、ある意味人を幸せに役に立つのは人を幸せにすることでもあるので、人を幸せにするためには自分が幸せでないと無理っていう話ですよね。